こんにちは動画ファンの成田です今回は Windows メディアプレイヤーで CD を取り込んだ時に、えー、ジャケット画像などを設定する方法についてご案内をいたします。えー、Windows のパソコンを使っていらっしゃる方であれば多くの方が利用していると思います。Windows メディアプレイヤー音楽プレイヤーなんですけれども、えー、CD を聞くのはもちろん。 その CD を取り込んでパソコンに取り込んでいつでも聞くことができたりまたはスマホとかモバイル端末を接続すれば、えー、同期させてそのスマホとかモバイル端末にも音楽を入れたりすることができるので非常に便利な音楽プレイヤーなんですけれども、えー、今回はその Windows メディアプレイヤーで音楽 CD を再生するときに、えー、表示させるこのようなジャケット画像 こののジャケット画像の設定方法をご案内してままいりますただ基本的には、えー、インターネットに接続をした状態で、えー、Windows メディアプレイヤーを開いてパソコンに CD を入れるとでちょっと待つと基本的にはこのように。 ジャケット写真とかアルバムタイトル、アーティスト名、それからジャンル、発売年、発売年ですねそれから各曲のタイトルは自動的に取得されますので、あまり自分で設定するという必要はないかなと思うんですけれども、えー、中にはこれが自動で取得できないものもあります。えー例えば すでに取り込んであるアルバムなんですけれどもこの左側のメニューの中からアルバムを選択して、えー、こう中にあるアルバム見ていただくと例えばこのように音符マークになっちゃっているものこれは、えー、ジャケット画像が設定されておりませんじゃあちょっとダブルクリックして開いてみましょう、えー、とちょっと古いドリカムのベスト版なんですけれども、えー、画像が。 表示さされれてておおりりまませせんんジャケット画像が設定されておりませんでは、えー、どのように設定するかと言いますと、この音符の画像の部分ですね、ここを右クリックします。そうすると、このようにメニューが開きますので、まずはこのアルバム情報の更新、これをクリックしてみてください。これで更新して、えー、画像も表示されるようになれば、これで OK なんですけれども、今、 更新をしても画像は表示されませんでした。では、その時は続いての方法になります。同じくこの画像部分を右クリックして、今度は更新の上の一つ上、アルバム情報の検索、こちらをクリックします。そうすると、アルバム情報の検索というこのような表示が、 出てまいりますで、えー、タイトルとかが正しいかどうかちょっとチェックをして間違えてないければこれで OK なんですけれどもこの画像が変わってないですよねそうしましたらここで検索こちらをクリックします。 ヒッツザ・ソウルディスクワンドリームズ・カム・トゥルーとあるんですけれどもやはり画像がない状態ですねで例えばここでじゃあドリームズ・カム・トゥルーアーティスト名だけにしてでこれが今アルバムが選択されているのでこのアーティストこちらをクリックしてアーティストでドリームズ・カム・トゥルーありますねえっ、ー、とドリームズ・カム・トゥルーを選択してあるかなあるかなとこう探したりすることができるんですけれどもこれで 検索しても見つからないと言ったときは、えー、一旦これキャンセルをしてしまってください。キャンセルをしますでこの画面に戻りまして、えー、手動でもうどうしても見つからない場合は手動でこの画像を設定していくわけなんですけれども、えー、あらかじめインターネットなどでこの画像の部分をご自身で準備をしておいてください。はい、これがその 写真になるわけなんですけれども、あらかじめこのように自分で、えー、画像を見つけて用意をしておきます。で、この Windows メディアプレイヤーを開いたまんま、この画像を保存したフォルダーも合わせて開いてください。で、このようにこの音符の画像が見える状態で Windows メディアプレイヤーとフォルダーを並べて表示させます。あとはこの音符の 画像の上にこのジャケット写真をドラッグドロップで持ってくるだけですちょっとやってみましょう対象の画像をクリックしてクリックしたまんまビヨーンとこの音符のマークのところへ持ってきますそうするとアルバムアートの追加という表示になりますここでパッと指を離してくださいそういたしますとこのようにジャケット写真設定が できました、はい、アルバム一覧で確認をいたしましても先ほど音符の写真だった、えー、こちらのアルバムですねジャケットの写真が設定されております、えー、例えば同じように、えー、ジャケット違うなという場合も同じようにやることができます。えーこちらの アルバムなんですけれども、えー、持っている CD のジャケットの裏側の写真がこのように表示されていて表の写真じゃないので、えー、これもちょっと変えてみましょう、えー、この画像の部分を右クリックして、えー、まずは更新をしてみてくださいこれで変わ,変われば OK なんですが変わらない場合はアルバム情報の検索をいたしますはい、こちらの画面が出てまいりましたら検索をクリックします はい、そうするとこのような検索結果右側に表示されますので、えっ、ー、とこちらですね。この3人の顔が写っているのが正しいジャケットになりますので、こちらを選択して次へをクリックします。そうすると変わりましたね。ええー、と元はこの影のような写真なんですが。この？ しゃん3人の顔写真になっているこちらが、えー、CD のジャケットなのでこれに変更したいと思いますよろしければ完了をクリックしますはいこれで変わりましたただこちらアルバム情報の、えー、設定になりますのでジャケット写真だけではなくて、えー、アルバムタイトルとかアーティスト名とかあとこの各曲のタイトルもそのアルバムのタイトル アーティスト名になってしまいますので、違うアルバムを選択すると、この曲のタイトルとかアルバムのタイトルとかも変わってきてしまいますので、えー、そちらは注意していただきたいと思います。また例えばなんですが、今私が windows メディアプレーヤーに取り込んだ CD で、そういったものはないんですけれども、えー、アルバムタイトル ジャケット写真はもちろんのことアルバムタイトルとか、えー、アーティスト名それから各局のタイトルも、えー、表示されない自動で取得できないといったときは、えー、やはりまずこの右クリックをしてアルバム情報の更新を1回やってみていただきたいんですけれどもそれでもできない場合は、えー、同じくこのアルバム情報の検索こちらをクリックしていただいてで、えー、ここで検索をして 調べて正しいものがあれば設定することができるんですけれども、えー、もし見つからないといった場合例えばそうですねうんとインディーズの CD なんかだとそういうことがあるかもしれないんですけれどもその場合はこの編集というのをクリックしてくださいそうするとこのように手動でアルバムタイトルアーティスト名それから、えー、ジャンルジャンルこれ R&B じゃおかしいですね、えー、とクラシック 小澤いじさんのニューイヤーコンサートの CD なのでクラシックですね。で、えー、各曲のタイトルも手動で入力ができるようになっておりますので、えー、アルバムタイトルアーティスト名曲のタイトルなども、えー、取得ができない場合はこちらで自分で、えー、入力することもできるようになっております終了了で完了となります。 ただこちらで設定をした場合でも、えー、ジャケット写真につきましては先ほど説明したように、えー、あらかじめ画像を準備していただいてドラッグアンドドロップでこのように手動で設定をしていただく必要があります。 えー、このように windows メディアプレイヤーを使って音楽を聴いたりするときに、えー、ジャケットの写真が写っていないとちょっと寂しいものですそのような時はこちらの方法を使ってジャケット写真を設定してみてくださいまた曲のタイトルアルバムのタイトルアーティスト名なんかもわからないと、えー、非常に 音楽を聴いててもつまらなくなってしまうかと思いますので、こちらの方法を参考にアルバム情報も設定してみてください。なお、こちらで、えー、アルバム情報更新、設定をしていただきますと、スマホとかモバイル端末で音楽を聴くときにも反映されますので、えー、分かりやすくてよろしいかと思います。ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。